井上までございます。な美里るさとでございます。今日はどんなことを先生が教えてくれるんで。すかどんでこちらまあ、移籍は移籍でも投資移籍。来期後半戦を見越す形。うん、ということでよろしくお願いします。ね、初めて聞いたよ、自熟語。ね<え>、うん、勝手に作りましたけど、まずね。ちょ、うんうん、った、うん、どううとだう、ね、はい、あの、これ、何かというと、まあ、さ。うんはい、まあ、ここにね、たくさんの J ェリーガーの方々、名前というか、あの、このね、うん、顔写真貼らせていただいてますけれども。うんうんうん 昨日順位表を考えて今ね、終盤戦、あと残り一節の状態でこ僕らい動画撮ってるけど、今、神戸と広島と、あと、町田が優勝争ってるけどさ、思えば結構、後半戦突入したぞってぐらいのところで、ガタッと調子落としたチームがかなりあったんですよ。前半戦よりも勝てなくなったチームとか、負けはしないんだけど、引き分けが続いたりだとか、そういうチームの正直共通項って、夏に、 あ,あの選手が出てったみたいなチームだったりするわけですとう、まあ、そうよね。どうしたってね。うんうん。ってことで、まあ、もうテーマ言ってしまえば、はい、あの、冬遺跡がこれから始まるけど、それで遺跡で選手取るのは別にいいんだけど、うん ちょっとでもその人が夏に移籍しちゃうパターンもあるだろうから、来年の後半戦までいろいろ見据えた上で、各チームの皆さん取りに行った方がいいんじゃないですかっていう、そんな動画でございます。なかなか通好みの話楽しみだね。ということで、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。と、はいうことで、今言った通りですけど、まあ、移籍がこれから始まるけれど、マサ。 えちょっとこれ、こちらご覧ください。うん、まあ、ちょっとかける限り、一部リストアップみたいな感じで書いたんですけど、ね、去年出ていってしまった選手ってことはね、今シーズンの夏に移籍した方々の一部抜粋です。選手ばっか、あまだまだいるってことなんだね、うん。そうなの、ちょっとよりすごいちっちゃくなっちゃうなって思って、ここまででやめたって感じだったんですけど、うんうん、すごいざっかりまさ言うんであれば、これ、海外に出ていった選手なんですしかもこれ、みんな。はいはい、あそうですよね。羽ばたくね、日本は今はね。 えまず要は、夏に平均、えー、J1 チームから、1人から2人出てきます。うん、あ、もう全部20チーム、それぞれから。そう。だ、<ー>だいた40人ぐらいいなくなるわけですよ。あ海外にってこと海外に。すごい。これ、そうやって聞いたらすごいんだね。だから、レギュラー2人なくなるんだよ。<ー>だって1チーム。それが今の J1 リーグだ。そうですよね。もっと増えていく傾向だ。うん。ああ、そうか。ということは、先々考えてマネジメントしないとってことなんだね。 そうなのよ。それを言わけだね、生は。はい。例えば、面白いうん、今の順位表は、まあ、こんな感じになってますよ。うん、37歳終了時点では。うん、だけどあの、さっきのね、ここにこうリストアップさせていただいたチームとかってことを考えると、うん、まだいこんな感じのチームがそれに該当するわけだ。黄色で書いてるところね。うん、はい。 よく考えたら、まあ、だから、町田ランテラ、だから、平川優が抜けて以降、ちょっと勝てなくなった時期、あの、オリンピック終わったとかですよね。うん、そうそうだね。うん。だし、うん、あと、まあ、そいは、鹿島なんてのは、もともと中盤でボールをハントするのがうまいチームだったんだけど、うん、田野伊集が抜けて、知念系が怪我してた時期あるんですよ。はぁ、あ、ははあ、その時期、全く勝てなかったんだよね、ねなるほどね。そっか。 <タッ><タッ>同じようにやっぱ川崎なんて中盤で頑張ってた瀬コくんとディフェンダー怪我人続出の中で一人気を吐いてた大南区のその二人が抜けたりしたでしょうん、うん、もう浦和なんてもうなんて言っていいかなそこで3ヶ月勝ってなくなったんだからだって。<タッ>うん、実に。 ほいいね。わかりやすいよね,ね。いい結果、選手を出したチームほどそうなりがちだもんね、それはね。そうなんでよね。なるほどなお他にも、例えば、やっぱりね、うん、あの、マイクマー君が抜けていこう、点がなかなか一時期取れなくなったとかって、あ、ことまたセレストとか、あとは、うん、FC 東京では松木君抜けていこう、あの、荒木涼太郎選手の得点関与ペースが格段に落ちたんですよ。いきなり、ドーンみたいな感じで。うんうん、ああ、なるほどなで、いろんなところに、だから影響は出たなってそれぞれあるわけで。うんまあ、そうだよね。キャンプでチームを作ってきたわけだからね。 そうなんだよね。急にいなくなります。えっていうふうになって。でそれで、例えば取れる選手がいれば、まだよかった。だから、それで広島なんかね、何人かでこう、ほら、川辺選手戻したとか、うん、パシエンシア選手取った、アルスラン選手取ったで、どうにか答え持ちこたえたっていうところがあったけど、うん、だけど、なかなかそこが全部補強がうまくいったって各チーム、そういうわけではなかったな、っていうふうに思うので。で、さらに言えば、はい、今、広島の話出しましたけど、はい 今までだったらありえなかったさ、うん、冬で取った選手が次の夏にヨーロッパに行っちゃいましたなんて聞いたことなかったじゃないですか、<laughs> 大橋祐希。本当ですね。確かに。<ー>そうそう、本当そうだよね。そうよね。ああ、そうなんだ、ね。メンタは飛び出るよ、そんなこと起こったら。<laughs> 確かにね。ね<ー>本当だわ、おっしゃる通り。はい。おーおーっていうところで、やっぱこの冬から次の夏にかけてとかで考えると、まあさ、うんうん ちょっと左にちょっと文字はちっちゃいっちゃちっちゃいんですが、まあ26人ほど、まあ、若手でちょっとヨーロッパ出てきそうかなっていうような選手ちょっとリストアップはしてみました。はい、まあもうねえ、うん、まあ何回かそのそね、あるじゃない、はい、そういう話が出た人もさ、でも例えばだけど、うん、あの、ボランチの片方に入れたけど、まさ、川崎総太君の京都のキャプテンであり、はい、パリ五輪っていうか何だともう A 代表経験者でもあり、はい っぱそんなボランチが一人抜けた日にゃ、うん、そうですね。ほらガタッと来てもおかしくはないわけで、あと同じように、じゃあ千葉、まあ、まあ、J1 かヨーロッパがこの冬あるんじゃないかって形ですけど、小森ヒーロくんとか、うん、川崎で今年20点くらい取ってる山田新くんとか、彼らが抜けようもんなら、うん、そりゃ思いっきり変わるでしょってなで、ね、たぶ、うんそ。そうですね、そ、ね、そうですね、そうですね。なんで、だから、うん ちょっとやっぱ各チームからしたら、ちょっとだからこの冬抜けよう、抜ける選手がいるんであれば、そこのやっぱ補填っていうのは絶対しなきゃいけない。かつ、次の夏にはもうやべえだろうなって思う人に関しては、そこの控え枠みたいなところはもう今のうちから確こに向かっておかないと、来年の夏以降のところでガタッとチームが勝てなくなるる。うんうん、難しいよね。でもそれ予算の配分もございますし、 そうな、ね、いらない場合だって想定すると不良債権になっちゃうわけでしょ。そうなのよね。難しいですね。だから中程度に留めておくのか、力不足もあるし、みたいな。うんうん、そうか。そうなのよね。だからあるこうね。 お金の使い方みたいなことになってきますよ、ね、これね。そうですね。なるほど,るほど、はいろいろ本当難しいなと思うんだけども、うん、各チームがどういうところに、だからお金をつぎ込んで、どういうバランスにする。だから、一見すれば、え、ちょっと、あれ今期のい来月とかになってさ、うん、あれなんか、うちのチーム、フォワードちょっと余剰戦力化してないって、もし思うチームが出てきたりしたら、もしかしたらそのうちの誰かは、うん の夏にヨーロッパがちょっと。なああ泣いないてしてるかもしれないなとか。飲みはた。のびはたそういう読みができるっていうことなんですね。そういうことですね。ははあは。だと、まず、これもまた、どうすればいいかわからなくなってきた話なんですけど。は,い,は,い,はい。 そういうことがあったら、はい、今までだったら、例えばマリノスなんかこの間さ、うん、今ょね、今年の話ですけど、うん、もしかしたらどっかでアンデルソン・ロペスが中東とかに買われてしまう可能性があるってことを見越して、うんはい、慶応義塾大から塩貝健人っていう選手を内定させてたわけですけど、ああそしたらその塩貝さんが持ってかれちゃう,ってう <laughs> まさかだっただろうね、<ー>こんなパターンはね <laughs>。じゃあもう無理だっていろいろ考える。 次のシーズンにお金は入ってるわけだから、使えるわけですそうなんですよ。そうなんですよ。使い方だよね。よねだから、うん、あれだよね。あのー、海外で代表を絡んだような、うん、まあ、もう30歳ぐらいの実力者っていうのはもありだよね。うん、そのお金で連れてくれるであれば。ねうん、っていうことがトレンドになってくるんですかね。 やるんじゃないだ実際、ほら、今、名古屋が。そこはすぐ買われちゃうからね、また買っても。<laughs> でも実際、ほら、名古屋が今回、あの、シュミット・ダニエル選手を獲得に今向かってるみたいな話あるじゃないですか。まあ、それはでも、ランゲラック選手がね、まあ、満了になってやってるところもそうだし、あとはパトリック選手なんかも満了ですけど、逆に言ったら、ベテランで多分、おそらく年俸も高い方々のところがコストもキュッとなったってところもあって、そこにお金をつぎ込めで費いやせるのもあるだろうし、結局、2年連続で、まず神戸、このままだったら、 優勝の可能性は全然あるわけで、っ、うん、ったら、ある程度金つぎ込んだチームが本当にそのまま優勝しそう、うん。っていうんであれば。それを狙っていくチームが出てきても、あ、うん、しかに、あ、でもね、ないんじゃないかっていうのもありますからね。ですね、ジの勝ち方がちょっと変わりだしたのかもしれないってことだね。うん、そうですね,ね、うん。面白いですよ、この話は。でも、ただ、そんなこと考えてた上でで言うと、こういうことやってるチーム、やっぱすごいなと思うのは、うん、この中にも、さまさん。うん 高井ユース出身どこかから取ってきたわけでもなくユース出身で自前で育てて代表でヨーロッパ行きそうだなってところもいれば山田く君もそうでしょフロンタレ出身ユース出身で大学系で戻ってきてってところもそうですしあと例えば広島にいたら東俊く君なんかもそうですね広島の株組織からずっと上がってきて。 たわらつみだくんなんかももちろんそうですからユースにある程度金かけていくってところもやっぱありなんだろうな素晴らしいそうですねこうなりますとやっぱこうね、保持してるわけですからしっかりとお金も入ってきますし出世すればするほど育成貢献金的な入ってくるとその後もそういうことですねはははニュージーリークが世界から注目されるリーグに先輩たちのおかげでねなってきたからこそその意味合いは上がっているってことですよね そうですね、そうですね。やこれ、好循環と言えるんじゃございませんのこれは。いい,、まあ、いいことなんだな、それは。自取られちゃうショックは、まあ、ちょっとね、どうにかしないといけないですけど、<laughs> それはシーズン以降である程度。 うん。そうですね。これから、だって順位が入れ替わりすぎるみたいな問題もあるわけでしょ、これで、ね。そうだもんなでも、ただ、うん、とりあえずまず、一応右上にもちょっとまとめてみたんですけど、うん、ちょっと大橋選手の例はあまりにもそれでも特殊だっただろうなと思うんですが、例えば、あの、マイクマ選手みたいな、もう日本代表そもそもほら、 投稿する前って結構常連になりつつあったじゃないですか、ちょっと。はいはいはい。みたいな選手とか、あと佐野海舟選手もそうですけど、代表複数回入った選手。うん、あとはやっぱ世代別の方でのもう中核レベルだったなって松木君いはいはいはい、そうか。はいはい、ここら辺の選手はもう各チームも、うん、ああ、もううちのチームがどうこう考えようとも多分もうヨーロッパから狙われるなっていうふうに考えてた方がいいよねっていう。うんうん、なるほどね。 うんのと、うんうん、あとこれよく見るけで動画で出しましたけど、平川優くんとか横山歩くんみたいな、シーズンのドリブルナンバーワンクラスの選手も、うん、まあもうほぼ確実に呼ばれます。うんうん、なるほどね。 の本間しおん、金子拓郎、三泊薫なんかもそうですけど、それも多分マストだから来年も、開始、開幕数節でドリブル明らかに一人だけ抜けてんなってしか出てら、その人はもう呼ばれます。夏に。なるほどね。夏に。夏に呼ばれるよ、もう多分。うんだろうから。僕はあの、ちょっと長くなっちゃうだと、サブチャンネルで喋りたいと思うんだけどさ、結局さ、あの、お城の殿に無理やり召し上げられてるわけじゃないわけじゃない。納得してお金の交渉もして、 出した,したくないと思えば吹っかければいいわけで。うん、そうね。ちゃんと金銭的にね、投下交換的な発想で出してるわけでしょ、うん、そうですね。うん、うん、うん。そこは忘れたくないですよね。うん、そうですね、そうですね。だよね。だから、むちゃに取られるって、まあまあいい、そういう気持ちになっちゃうよ、こっちはね。だけど、うん、そうね。ある程度、その、それをどう流用して、うん、チームを作っていくのかっていうのが面白いところ。 いや、面白いところじゃないですか。そうでしょう。えー。それでだから今、順位金だとか、あとはそういう移籍金だとかで得たものを、単純に一人、もう誰か移籍金で一人だけ取ってくるじゃなくて、それぞれのチームが何に金使って、数年後どうなったかまで考えていくのが、ちょっと面白いかもしれないですね。そういうデータが今ね、ありしてるってことか。 はい。っていうところも含めて投資石っていうふうに名前にさせていただいた。わざあり、わざあり。ありがとうございます。っていうしかないそんなドヤって言われたら確かにドヤ。まあ確かにもういいはいい面白かったです。ありがとうございます。皆さんはどう思いますかというね。思いますね。これからの寒い季節タオルマフラーはいかがでしょうかということでございます。いや夏のやつ。ありがとうございます。突っ込んでもらえない可能性があって今自分でいます。 こ <laughs> んな恥ずかしいことはない。<laughs> ありがとうございました。ありがとうございました。ありがノールサタでした。またです。